フアンマニュエルニエーベス・クルーズは、プエルトリコのサンフアン氏、サントゥルセチク出身の元プロ野球選手、野球指導者。左投げ左だ。現在は、MLB のデトロイト・タイガースの投資コーチ補佐を、務める。1983年にアマチュアフリーエージェントで、ミルウォーキー・ブルワーズと契約して、プロ入り。1986年4月10日の、シカゴ・ホワイトソックス戦で、 メジャーデビューし、この年は11勝を挙げた。翌1987年は14勝で2年連続の2桁勝利、さらに4月15日のボルチモアオリオールズ戦では、ノーヒットノーランを達成している。しかし、腕の故障により、25歳となった1990年で引退した。引退後は、ニューヨークヤンキースのマイナーと、ホワイトソックスのマイナーで、 投手インストラクター、ホワイトソックスのブルペンコーチ、ボストンレッドソックスとマイアミマーリンズで投手コーチを歴任した。また、日米野球2014には MLB 選抜のコーチとして参加した。2021年シーズンからは、デトロイトタイガースの投手コーチ補佐を務める。ありがとうございます。